ぱいいっぱいいる。ありがとうございます。私たちですね、ここ牛深の友好都市であります高森町、阿蘇郡高森町を拠点に活動する女性だけの歌劇団でして、熊本を盛り上げ、熊本の魅力を世界に発信するために活動しています。そしてこの牛深ハイヤ祭り、3年連続お邪魔させていただいておりまして、私たちみんな本当にこの牛深ハイヤ祭り大好きで、今年もまた呼んでもらえるかな、また来年も行きたいねって本当に年中話すぐらいには、はい、また牛深の海鮮食べたいねみたいな ね話とかもしょっちゅうするぐらいに本当に楽しみにしているお祭りです。ということで、そんなお祭りをね、盛り上げるためにちょっとみんな次の準備に入ってください。はい、よろしくお願いします。さあ、改めましてオクロック熊本歌劇団の上琴恵です。ありがとうございます。同じく東堂やかです。よろしくお願いします。お願いします。私もやかちゃんも3年ね、全部この牛深ハイヤ祭り来させていただいてるんですけど、はい、やかちゃんちょっと牛深の思い出みたいなものあったらちょっとお話してほしい。わー、3年分あるよ、大丈夫。結構ロングな話になるかもしれないですね。じゃあ昨日は、はい、牛深の人がすごいあったかく迎えてくれるって話したので、はい、牛深といえばやっぱりね、ご飯が美味しいんですよ。そうなのよね。そう、私たち山の幸ばっかり食べてるからなかなかね、海が遠いからね。そう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 、うん、だからあの牛深来るとみんなあのご飯をめっちゃ食べようってめっちゃ気合い入れるんですけど、そう、そう、私たちあの皆さん歓迎してくれていっぱいくれるから、うん、もうお腹がはち切れんばかり食べちゃうんですよね、うんうんうん、あのいつもダイエット中って言ってる子もこの3日、私たち3日間滞在するんですけど、はい、3日はねもうダイエットのこと忘れてたらふく食べて帰ってますよ。そうそうそうで、人があったかいからいろんなところで、あ、これあげる、これあげるよ、あげるよって。そう、昨日私お餅だけのお餅をもらったんですよ。これよかったら持ってってっていただきました。美味しかったです。ありがとうございます。そんだけね、こう人もあったかいし、ご飯も美味しいしね。そうなんですよね。うん、このね、会場のね、ご飯もすごく美味しくてね、うん、あのエビのやつ。あ、そう、エビのなんかつくねみたいなの揚げたやつがね、うん、あるんですけど、それをあのいただいてめちゃめちゃ美味しかったんで、よかったら見つけて食べてみてください。ね、美味しいよね。揚げたてが一番うまい。美味しい。ちょっとやけどしそうなぐらいが美味しいんです。あ、そう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 。はい、そんな感じですね。もうお祭り私たちもすっごい楽しみにして、もう昨日、回りまくりまして、はい、ちょっと楽しませていただいたところでございました。今日もですね、ステージで皆様を楽しませるためにですね、今日は特別パフォーマンス用意してきましたので、最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。
熊本歌劇団の特徴は女性だけの劇団員ということです。そしてそんな私たち本格的な殺陣やアクションにも力を入れております。直近では日本のファッションの祭典東京ガールズコレクションのオープニングアクトのゲストとして刀を振るわせていただきました。形だけではなく刀を握るということの重み、そして心構えなどを大切に日々の稽古に取り組んでおります。続いてのパフォーマンスはそんな刀を使った剣舞です。皆さん大丈夫そう？ちょっと疲れています。まだちょっと待ってっていう、ちょっとお水ドリンクタイムいただければと思いますよ。今日はですね、もう雨かなって心配してたんですけど晴れましたね。すっごいもう感動して、こんなに昨日ねもうちょっとステージさせていただいてたんですけど、まあ要、17時からさせていただいて、あ明日の雨だったらちょっとどうなんだろうなっていうふうにちょっと心配してたんですけど、今日はこんなににぎわってですね、本当にもうありがとうございますっていう感じです。本当にありがとうございます。さてさて大丈夫そうですね。それでは刀を使ったパフォーマンスご覧いただきましょう。振るう刀に込めた思い、どうぞご覧ください。やはりですね、海外では忍者とか武士とかそういった日本色が強いパフォーマンスが喜ばれてるなっていう風に私たちも実感していまして、今ですねやっぱり海外の方でも日本のエンターテインメントっていうのにすごくですね関心が高まっているところでございます。そしてですね、熊本空港から台湾へ直通便が最近できたじゃないですか。なので結構やっぱり台湾との行き来っていうのも多くてですね、私たちも台湾でのイベントということを何度か経験しております。ということで続いてご覧いただきますのは、その台湾でかなり高評価いただきましたちょっと日本色が強いパフォーマンスをさせていただこうと思います。言葉の壁も国境をも超えるパフォーマンス、どうぞご覧ください。Thank you.
を配って回りますので、よければ受け取っていただければと思います。私たちオクロック熊本歌劇団は熊本城のお膝元城西園ワクワク座にて舞台前田健二寒き旅季語の虎加藤清正編と舞台前田健二寒き旅島津の奥鬼島津の女剣士牛肉編2本の上演を行っております。昨年ですね、この牛豚でも清正編の方公演させていただきまして、もう楽しんでいただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。これからでもですね、たくさん舞台で皆さんの笑顔を見ていけるように私たち一生懸命頑張っていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。まだまだ頑張ります。していきたいなと思います。曲中でも紹介しました、私たち舞台が主な活動となっております。本日ですね、オクロック熊本歌劇団のブースも出しております。皆様から見て、右後ろの方ですね、一番近いテントの方でオクロック熊本歌劇団の高森町のブースの中にございます。そちらでですね、SNSX だったりとか、インスタグラム、あとは LINE の友達登録とか のフォローをしていただき、いただいた方、もしくはもうすでにしてるよっていう方限定でガラポン抽選会やっております。当たればマグカップ、タオル、あとはキーホルダーで、外れでもっていうか外れがないんですよ。絶対に何かが当たるんですけど、白が出た場合でも、ティッシュ、ポケットティッシュと、あとですね、自由帳、ちょっとメモ帳側に使えるちょっとちっちゃな、メモ帳がもらえますので、ぜひぜひですね、ちょっとご興味ある方、オクロックのブースの方を覗いていただければなと思います。さあ、そんなところでですね、もう終わりの時間が近づいてきてしまったんですが、私たちこの後の総踊り、牛若ハイヤ祭りのハイヤ総踊りの方にも今日参戦しているメンバー全員で踊らせていただこうかなと思ってますので、もしですね、お時間の余裕がある方はですね、沿道の方で応援していただければなと思います。絶対に水分補給はしてください。よろしくお願いします。というところで、私たち今後も新しいパフォーマンスなどなど、いろんなことに挑戦していこうと思っております。次にご覧いただきますのは、少しだけダークなパフォーマンスです。生きるもの。Thank you.
と読ませ編より永藤様です。手拍子で応援お願いします。熊本歌劇団の皆さん